ニーコくん。ニーコくん。ニーコくん。よっしゃよっしゃよっしゃ。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、この時に少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するにしたがって徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、1.5トン、メスは 4m、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、など100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。なあ、なちゃん、アナちゃん、こっち来ちゃダメだぞ。向こうで遊んでもらわないと。僕はストーカー男がいるから。ほら、カメラ目線。
ほい。はい。でもこっちストーカー男がいるから向こうで遊んでもらえな。向こう誰か遊んでくれないか。ほい。ご覧いただいています。
ナちゃん。ここすごく青とこがあるから。こっち行くと。イルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン。メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を
ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物
濃い灰色をしています。成
正面でイカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルタビ、ホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガが濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へお越しいただきまして誠にありがとうございます。ご案内申し上げます。名古屋港水族館へご来館いただき名古屋港水族館は間もなく5時30分に閉館いたします。お出口は北館2階、南館1階の2車です。イルカ、クジラの仲間です。北館出口そばにあるミュージアムショップは5時45分まで営業しております。なお、当館のこのフードコート、レストラン施設、ジェフィーは6時30